お疲れちゃんです。ラットです。だけどね、今日はですね、久々の実写でね、喋る動画になるんですけども、クララワリーグのチーム戦が終わるというね、情報が出てますので、それについてちょっとね、こう、思いをね、言いつつは、今までの3年間僕チーム戦を経験してきたんですけど、まあその話がメインになりますかね。はい、できたらいいかなと思います。で、今年でね、クララリーグのチーム戦が終わる。じゃあ来年どうなるのっていう部分で、来年からの情報はですね、ゲーム内のクララニュースにて発表されてますので、ぜひね、気になる方はそちらをチェックしてみてください。で、そうですね、僕マジで話すの苦手なので、なんかこういう話をしてても、こっちに行ったり、あっち行ったりとかしちゃうんですよ。なので、できるだけちょっとね、まとめて頑張って話していきたいと思うんですけど、わかりづらいと思うんですけど、本当に。ごめんなさい。というわけで、まず、一つ言うのが、今年僕ずっとポノスにね、一昨年からね、所属させていただいたんですけど、まあ、チーム戦が終わる兼ね合いもあり、今年でね、僕はポノス所属が、終わります。はい。ポノスとしての活動ですね、がもう今年いっぱいで終わりますということで、まあ、それはちょっと皆さんにこう、あんま伝えれてなかったと思うので、本当にね、はい、そういうことでございます。なので、ポノスのね、こう、すごい面倒を見てくださった方だったとか、ポノスの方ね、やばいんですよ。なんかもう、優しすぎて、やばいんですよ。なんか、もう、選手たちの都合がいいように、選手たちに迷惑ならないように、今ってちょっと大丈夫ですかとか、こう、もう、選手たちの空いてる時間はありますか、空いてる日程はありますかって、すごいね、僕たちのことを考えてくださって、超ね、本当に、はい。もう完璧すぎる素晴らしい環境をね、提供してくださってっていう、まあ、ポノスだったんですけども、はい、本当に今年いっぱいでポノスの活動終わりになります。でですね、まあ、来年からどうすんのってことなんですけど、まあ、それは僕は、まあ、来年からも一応クララは、まあ、来年は個人戦なんですけど、まあ、それには参加する予定です。まあ、予定なんですけども、こう今まではもう世界一のために、世界一取るために、こう、頑張って、頑張って、頑張って、毎日クララやってだったんですけども、まあそういうのではなくて、まあこう、ちょっとのんびり YouTube 投稿しつつ、まあクララもね、やりつつ、みたいな。はい、もちろんマルチ1位とかも取りたいですし、すごいね、頑張るんですけども、こう、今までみたいに本気でこう行くというよりかは、ちょっと気楽にね、クララは今後はやっていこうかなという思いです。で、まあ、でも一応大会とかも参加しますし、大会でももちろんそれは勝つ気でやるので、まあ、そういった場面では、まあ、ぜひね、応援していただけると嬉しいかなと思います。まあ、そんな感じでね、ちょっとこうチーム戦がなくなるのは、まあ、僕自身ちょっと悲しいと言いますか、普通になんか僕はね、みんなとこう熱くなるのが意外と好きなタイプで、多分人によっては、いや個人で優勝オラーがいい人とか、まあ、いろいろいるとは思うんですけど、僕はこうみんなでこう目標のために頑張って意見言い合って、でも衝突したりすれ違うこともあるけど、こう、みたいな青春系は意外と僕は結構好きなタイプなので、そう、そういったことを含めると、ちょっとね、チーム戦がなくなるのは悲しいんですけども、まあそういう感じでね、はい、変わっていくのかなって、今後もね、まあもしかしたらまた戻ってくる可能性もありますしね。というわけで、まあちょっと1年目の頃からね、話せればいいかなと思います。僕3年間、このクララリーグでチーム戦を経験した人なんですけど、まず1年目からね、話していこうかなと思います。1年目はね、多分ほとんどの方が知らない可能性もあるんですけど、僕ファブゲーミングに所属してました、実は。そう、実はね、今僕、ポノスですけど、はい、ファブゲーミングに所属してました。え？っていう。そう、実は移籍したんですよ、2年目から。で、1年目ファブゲーミングには、僕と、焼き鳥と、剣詰めしと、オズニキ、ダニーさん。の、まあ、5人がいて、やってて、まあ、チームとして、全然そんな、こう、好成績を出すことはできず、結構ね、負けることも多かったんですよ、そう。で、なんか僕、すごいね、なんか、多分、アーカイブっていうんですか？まあ、YouTube で検索すれば出ると思うんですけど、結構僕、泣いたりだとか、なんか、意外とね、今思えばちょっと恥ずかしいなって思うシーンとかもあったんですけど、なんか、やっぱこう、ね、なんかそういうこともあったからこそ、まあ、強くなれたとも思いますし、なんかいろいろあったなっていう、今思うとすごいなんか懐かしくね、なりますね。こういう話もまたね、すごいできたらいいなと思うんですけど、で、その際にね、ちょっといろいろ準備したんですけど、これね、
1年目なんとね、このペッカ像、これはですね 2V2MVP 賞をね、はい、いただいた時に、もらったね非売品の金のペッカ像なんですけど、マジで角ね、やばいです。これ1週間ぐらい前に1週間ぐらい前に落としちゃったんですよ。朝バタバタしてて、やばくないですか。一応角あるんですけど、いやマジで、いや角じゃねえな、これ角どっか行っちゃったないやマジでちょっとね、落としちゃったのはすごい悲しいんですけど、まあ、金のペッカ像とかも、ベスト 2V2 賞ね、それは違いますね、 2V2MVP をね、はい、焼き鳥選手と一緒に撮ったこともありました。で、まあ、2年目に、ファブゲーミングを抜けてポノスに移籍したんですけど、なんでポノスに移籍したのってじゃあ思うとは思うんですけど、1年目にポノスがまあ強かったんですよね、はい、世界大会にも行ってたし、まあ、強くて、まあ、僕自身強くなりたいっていう部分もありましたし、もっと上手くなりたいっていうのもあったんですけど、大人の方からこういろいろ相談とか聞いてもらってた時に、僕はファブの立場ですね、はい、じゃあファブはその当時唯一ポノスだけなんか専門だったんですよ。もうみんながこうずっとクラロワするみたいな。で、僕らはみんな大学生とかでこう学業やりつつクラロワもしてみたいな感じだったんですけど、じゃあそのファブは専業でやってるポノスにどうやったら勝てるのっていうか、どうやったらその専業でやってるポノスを超えられるのっていう意見をいただいたんですよ。で、めちゃくちゃ考えたんですよね、それについて。大学行ってる時とか普段家にいる時とかもどうやったらポノス超えられるかなって考えたんですけど、答えが出なかったんですよ。そう、僕の中で、まあ多分何かしらはあったかもしれないんですけど、当時の僕ではそのポノスを超える考えが思いつかなかったんですよ。全然喋れない。そうで、じゃあもう僕はやっぱ勝ちたかったので、ポノス行って僕ももっと強くなってやろうっていうので、まあ、ポノスへね移籍しました。で、まあ、2年目ポノス移籍して、まあ、シーズン1はね優勝とかもすることができて、すごい。しかもその時はファイナル MVP ですかね、決勝のファイナル MVP とかもいただいて、いやなんか、しかも僕ってこれ結構ガチな話、そんな上手くないんですよ多分。てかまあそうなんですけど、だって僕より上手い人は、まあ、KK とか、まあ、なんかみかんさんとか、まあ、最近だとライクさんとかもめっちゃ焼き鳥とかも上手い、みんな上手いし、天野選手も上手い、まあ、プロでもみんな上手い、言ったらみんな上手い、僕よりみんな上手い人はめちゃくちゃいるんですけど、まあ、そんな中でこう MVP とかも取らさせていただいたり、結構ね運がいいなと運がいいなと思ってるところもありつつ、そうで、その時のね、2年目のファイナル決勝 MVP は、実家に持って帰っちゃって今ないんですよ。本当はここでちょっと見せたかったんですけど、まあそういうこともね、はい、ありつつ、で、まあその時は、WCG っていう大会があったんですかね。シーズン1では世界大会の、まあ、プチバージョンみたいな、まあ、そんな感じのがあって、なんか、アジアと、なんか中国とヨーロッパで3地域に分かれて戦うみたいな。まあその時はね、3地域の戦いでまあ準優勝という感じでね。はい、銀のね、はい、WCG2019 のね、メダルをもらったりもしましたね。いや、懐かしいですね。こう、なんかベンザーリーデル選手とかって多分分かんない方もいるとは思うんですけど、インドネシアの選手なんですけど、まあクララリーグ参加してたね。選手なんですけど、まあ、そういった選手とか他のこうチームのね、そう、全然もう日本語では会話できないので、僕も英語喋れないですし、なんか雰囲気でね、こうお互いこうなんかコミュニケーション取って、まあ、一緒にチームになってね戦うみたいなのも、こう夜ホテルでみんなで集まって 1v1 こう考えたり、そのデッキどうみたいな、あいつに出すのどうみたいな、こうちょっと国と国をねこうまたいでと言いますか、まあ、そういったねこともあって、だから今思うとね、めちゃくちゃ楽しかったですし、またそういう、なんかね、機会があればいいなっていうのも思いますし、なんかいろんな経験をね、させていただきましたね。はい。で、2年目、シーズン2はそんな、勝てず、苦しい思いもありつつで、3年目がですね、まあ今年ですかね、今年も終わりますけども、さあシーズン1ですね、まあ、スペシャルシーズンという形だったんですけど、
ここでね、僕、今までも負けることはよくありましたし、そんな中でもやっぱ勝つことができたんですけど、本当に勝てない。今までで一番勝てない時期というか、マジで何をやっても勝てない。何をどう頑張っても、マジで勝てない時期に入りましたね。ここで、リーグ通して本当3年目で、初めての、挫折と言いますか、なんかもう、やばいなっていうか、本当に、なんかそういった状況に陥りましたね。1V1 とかも、KO 位置とかも、7-1とか、7-0とか、そんぐらいで、本当にマジでやばくて、もう自分、もう自を肯定できるものが何もないんですよ。そう。もうね、常に病む みたいな状況であったんですけど、こんな中でもね、やっぱチームメンバーとか、視聴者さんのコメントにも助けられましたし、普通はね、僕を出さない選択肢がいいと思うんですよ。そう。そんなチーム状況で僕が出ても勝てないですし、てか本当に勝てるのかっていう部分もありますし、なんですけど、みんなは、なんかこう、ね、いや、その、今そういうね、スランプに入ってるだけで勝てるからっていう、早くお前に勝ってもらわないと困るからっていう部分で、試合にもたくさん出してもらいましたし、そんな中でもすごい負けちゃったんですけど、そう、周り温かかったなっていう、誰も僕を責めなかったんですよ。いや、もっと責めていいのにっていう思いもありつつ、で、そういうこともね、あってね、はい。話すのね、むずいんですよ。で、一番最後ですね、直近。世界大会出場が決まり、レギュラーシーズン準優勝という形だったんですけど、世界大会こう、僕がこのクララリーグに参加したのは、本当にその世界大会に行きたかったからっていうのがあって、参戦させていただいたんですけど、本当に行けなくて、やっとね、もう世界大会行けるっていうのも嬉しすぎて、やばいっすよね。考えるだけでニヤニヤしちゃうぐらい嬉しかったんですけど、残念なことに、オンラインっていうね、現地に行って、こう、ステージ立ってやりたかったんですけど、それはね、ちょっと叶わなかったんですけど、世界大会に出場するっていう夢はね、一応叶い、はい。で、世界大会はね、3位と。あとちょっとでな、優勝でしたけど、その後ちょっとがね、やっぱそう簡単ではないっていうのはね、はい、思いますが、こうみんなでやりきったことですし、別に悔いはないですし、最高の思い出だなと思いますね。多分、このクララリーグ、3年間のことは、本当にね、多分生涯ですかね。ずっと忘れないと思いますね。それぐらい、自分の思い出に残ると言いますか、楽しいから、苦しい、悔しい、悲しいまで、こう、いろいろな感情が生まれましたし、熱くなりましたし、最高のね、本当にリーグでした。という感じでね、そうですね。で、それでね、最後に、僕はね、3年目は、なんとね、ベスト 2V2 デュオ賞をね、はい、いただきまして、ライキさんとね、2V2 を組んでたんですけども、あんまちょっと指紋つけたくないんですけど、こちらですね。いや、めちゃくちゃかっこよくないですか？こういうの。そう、いただいて、意外とね、地味に僕3年連続、これを MVP っていう部扱いをしたらいいのかわかんないんですけども、さ、あー、やば、1年目も、1年目はベスト、2V2MVP で、2年目が、ファイナル MVP。で、3年目、ベスト 2V2 デュオということで、3年連続ね、ちょっとこう、MVP 的なものをいただくことができたっていう、なんかね、結構僕の中では、それは自慢できる部分かなと、いうところで、ちょっとね、はい、非常にありがたいことだなと思ってます。本当にね、みんな、周りがめちゃくちゃ強くて、マジでこう、運が良かったっていうのは本当に思ってますし、恵まれてるなっていうのも思いますし、最高でしたね。それしか言えない。マジで本当に最高でした。なんでこう、リーグ通してね、関わってくださった方々もいますし、リーグ通して僕を知ってくださった方もいますし、同じ選手だった人、で、監督だった人、アナリストだった人、で、僕結構わがままなんですよ、本当に。すごいわがままで、結構多分迷惑かけることも多かったんですけど、面倒見るって言ったら違いますけど、
なんかこう見守ってくださったりだとか、陰で応援してくださったりだとか、まあ、運営でもいろいろ頑張ってくださったりだとか、いろんな方がね、まあ、いると思うんですよ。本当にでもその方々にはマジで感謝しかないですね。本当に皆さん、僕とね、はい、すごい大変だったと思うんですけど、関わってくださって皆さんありがとうございました。で、まあ、来年からもね、全然僕はクララをやっていきますので、今後もね、ちょっと皆さんどうかよろしくお願いしますと、まあ、いうわけでね、あんまりなんか話すと、これ以上話すと僕多分泣いちゃうんですよね。本当に泣いちゃう。結構ね、涙もろくなってきましてね、年齢重ねると。まあ、なので、まあ、今日はね、もうこの辺にしたいかなと思います。本当にね、皆さんありがとうございました。今後もね、ラットよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。